はい、こんにちは、ちじちゃです。本日発売の週刊ファミ通5月30日号にアイスボーンの最新情報が掲載されていましたので、書出の情報をご紹介させていただきたいと思います。書籍物なのでお写真を載せることはできませんが、お写真の隣の解説と開発者インタビューで明らかになった書出情報を簡単に15個に分けました。またよくある質問として公式の Q&A が発表されましたので、そちらも合わせてご紹介したいなと思います。その他記述情報に関しましては過去の動画をご覧いただければなと思います。それでは新情報その1、渡りのいてちの環境利用について。渡りのいてちはフィールドの特徴を生かした環境利用もあり、雪崩を任意に発生させ大型モンスターを巻き込むことができるそうです。公式ムービーでも雪崩のシーンはあったんですが、特に言及はされておりませんでした。しかし週刊ファミ通によりますと、この雪崩は任意に発生させることができるということが確定しました。古代樹の森の土砂流れと同じような要領なんですかね。その2、イベルカーナについて。万物を凍てつかせる固有種のモンスター。古い伝承によれば霊気を自在に操ると言われ、ごく低温のブレスを放って攻撃するというと書かれておりました。氷の古竜という情報は昨日の放送で出ておりましたが、モーションにごく低温のブレスがあるということが分かりました。このブレスを食らうと雪だるまみたいになっちゃうかもしれないですよね。その3、オトモアイルに新たな要素が。ムービーでもありましたオトモアイルの新たな要素、大回復ミツムシのようなものをハンターにかけておりましたが、こちら回復ミツムシの強化版となる新技で、蜜をかけられたハンターは一度だけ力尽きても復活できる効果を得られるそうです。スキルの根性と同じ効果だそうですが、体力制限はないそうです。これめちゃめちゃ良くないですか。安心ですよね。オトモアイルの新たな要素はこれだけではなく、他の新オトモ装備もあるようです。その4、モンスターハンターワールドアイスボーンのコンセプトについて。モンスターハンターワールドアイスボーンは G級やダブルクロスとコンセプトもそれに近しいものがあるとのことです。一応ダウンロードコンテンツとなるので、今までのシリーズラインナップとかとは少々異なる位置づけではありますが、全体的な制作コンセプトに関しましては G級とほぼ同じだそうです。つまり今までの G級相当のボリュームがあるという認識で良さそうですよね。その後、なぜマスターランクという名前に改めたか。これは単純に世界共通の名称にしたかったからだそうです。その6、モンスターハンターワールドアイスボーンはモンスターハンターワールドをどこまで進めれば遊べるか。これに関しましてはゼノジーバが登場するクエストをクリアしていればすぐに遊べるようになるそうです。特にハンターランクなどの言及はありませんでした。その7、従来のフィールドのアップデートに関して。ストーリーは渡りのいてちでの調査がメインになるそうですが、従来のフィールドを舞台にしたマスターランククエストも用意はしてあるそうです。マスターランクのベヒーモスとか出ちゃうんですかね。やばいですよね。その8、モンスターハンターワールドアイスボーンのストーリー展開について。ストーリーはゼノジーバを討伐した後の話になるので、引き続き新大陸の調査をしていく中でまた新たな発見があり、それを調査してみようといった流れでモンスターハンターワールドアイスボーンのストーリーにつながるそうです。その9、渡りのいてちの場所。渡りのいてちは今までのフィールドと地続きではない可能性があるそうです。モンスターハンターワールドの調査地域から少し離れた場所になっていて、渡りのいてちの渡りはまさにそこから来ていて、地続きかどうかはストーリーを進めるとわかるとのことです。モンスターハンターワールドの設定でエネルギーが地脈を通って循環しているというものがありましたので、もしかすると地脈がつながっているという可能性は考えられるんじゃないかなと思います。
モンスターハンターワールドの世界観や生態系に関しましては動画でまとめておりますので、よければそちらもご覧いただければなと思います。その10、氷のいてちの調査と行動範囲について。モンスターハンターワールドでは各フィールドある程度調査が進んだ状態からのスタートだったんですが、氷のいてちに関しては調査団が初めて訪れる地となるので、徐々に開拓して行動範囲が広がるという展開になるそうです。モンスターハンターワールドのフィールドの中でも最も広いものになっているそうですが、利便性も高めているので広くした分移動がしんどいみたいなことにはならないそうです。その11、雪深い地点の移動について。雪深い地点ではモーション演出などの雰囲気は出していますが、モンスターハンターワールドの操作感と大きく変わりはないそうです。オオアリツカの荒れ地にある沼地エリアに近い感覚だそうです。その12、片手剣の新要素について。今回どの武器でも抜刀中にスリンガーが使えるようになったおかげで片手剣のアイデンティティが少し失われてしまったわけですが、代わりに片手剣一歩進めた新要素を追加してバランスをとっているとのことです。これがめちゃめちゃ楽しみですよね。その13、イベントクエストやアステラ祭りといった季節のイベントの配信はもちろん、モンスターハンターワールドと同様に数回の無料アップデートも予定しているとのことです。これはめちゃめちゃ嬉しいですよね。いやー、また長く遊べそうだな。その14、過去作のモンスターの登場に関して。これまでのモンスターが全部出るというわけではないですが、どのモンスターが出るか楽しみにしてくださいだそうです。残念ながら全部は出ないみたいなんですけど、ある程度の種類期待しても良さそうな感じですよね。その15、次の新情報について。こちらに関しては昨日のカプコン TV でも少々言及されていらっしゃいましたが、6月に行われる E3 付近で発表があるそうです。ということで新情報15個は以上です。その他にも週刊ファミ通5月30日号には綺麗な画像や解説なども含まれた充実の内容になっております。より詳しく知りたいという方はお近くの書店か概要欄のリンクより週刊ファミ通5月30日号をご購入いただければなと思います。あと最後に、うちのチャンネルのコメント欄でよくご質問いただいてた内容に対して公式の回答が出ましたので2つご紹介させていただきます。まず1つ目、こちらに関しては動画内でもお話しさせていただきましたし、個別でもお返事してるんですが、まだまだご質問が多いので改めてご紹介します。すでにゲーム本編をプレイしている場合、マスターエディションを購入してもこれまでのセーブデータが使用できますか？はい、モンスターハンターワールドのセーブデータをお持ちの場合、ゲーム本編と拡張コンテンツがセットとなったマスターエディションをご購入いただいてもセーブデータは引き続きご利用いただけます。ダウンロード版、パッケージ版の組み合わせにかかわらず可能です。追加コンテンツも引き続きご利用いただけますとのことです。なのでモンスターハンターワールドをお友達にあげちゃったとか、もうなくしちゃって手元にないっていう方でもマスターエディションさえ買えば以前のセーブデータを引き継いでモンスターハンターワールドアイスボーンを楽しめるということになります。ただしこの場合9月の6日までモンスターハンターワールドも遊べないので、今するモンスターハンターワールドをしたいっていう方はちょうど5月31日までセールを行っておりますので、プレイステーションストアで2990円でダウンロードして、その後アイスボーンのダウンロード版を予約していただいても差額はだいたい800円ぐらいしか変わりはありません。そしてもう一つ、こちら本当にご質問多かったです。マスターエディションパッケージ版のゲーム本編と拡張コンテンツはディスクに収録されていますか？これ収録されていないとインターネット環境がないとアイスボーンがプレイできないっていう状態に陥るんですが、こちらの答え、はい、どちらもディスクに収録されています。なお限定特典の重ね着装備、ゆくものシリーズやコレクターズパッケージに付属するデラックスキットは同梱のプロダクトコードで入手可能です。プロダクトコードの使用には
プレイステーションネットワークへの接続環境が必要ですとのことです。なのでインターネット環境がない方でもマスターエディションさえ買えばアイスボーンをプレイすることができます。なぜならマスターエディションのパッケージ版のディスクにモンスターハンターワールドとアイスボーンが入っているからです。ただし限定特典の重ね着装備やディラックスキットに関しましてはインターネット環境がなければ入手はできないという感じになってます。サクッと公式回答が出てきて嬉しい限りです。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。また新情報をキャッチし次第動画でお知らせさせていただきます。励みになりますのでチャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。